はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。わけずびょうとびょう生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病患者になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、通院の日でね、歯医者なんですよ。だから病院に来ております。まあ、1週間ぶりのね、歯医者ということですがね、まあ、今年ですでにね、2回目でございますよね。まあ、今月で2回、今年で2回、そしてこのペースでいけばですね、まあその去年と同じようにね、年間に22回もね、この歯医者にですよ、通うことになるかもしれません。まあ、これはね、またね、今年も歯医者の年になるかもしれませんね。というか、まあすでにもう始まっているような感じがしてなりませんけどもね。まあそのね、以前にその歯がね、折れた時の動画のコメントでね、それコメントくれた方の中でですね、今年も歯医者だねーってね、こうというのがね、いただきたんですよ。でその言葉がね、すごい励みになっておりますので、今年もね、歯医者でのね、治療はね、もう去年のようにね、頑張って受けていこうと思っております。でもまあ去年とね、今年の決定的な違いがあるんですけども、まあ今年まだ始まったばかりなんですけども、今現状でね、去年との違いがあるんですけどもね、今年はね、去年のまあ後半が始まる頃にですね、まあ、バーッと畳みかけるようにですね、歯医者の回数が増えて、通うのを頑張ってたからね、痛みがないんですよ、今は。まあ今やっている、まあ今日もやる、その右上奥歯のね、虫歯もですね、毎回痛みが残らないような、その中断の仕方っていうのをね、してくれてるので、すごくね、その快適に日々を過ごせております。それでも治療をして神経を抜くところまでもまだ途中なので、まあ、毎回のようにね、仮の蓋をするんですけども、ここ最近はね、その仮の蓋がね、めちゃくちゃ頑丈なので、取れた記憶がないんですよね。まあまだ不思議なことを言ってるわと思ってるかもしれませんけどもね、そもそも治療でね、そのまあ1日でね、終わらなければですね、まあ、消毒液をその虫歯のとこ削ったところに入れてですね、蓋をして家に帰されるわけなんですよ。ほんでいつも僕はね、その仮の蓋をしてもらって、その仮のこの蓋がですね、取れてしまってて、まあ、その中に入ってるその消毒液もね、もう消え去ってしまっていてですよ。まあ、なんならそのここのね、虫歯の痛みがね、すごいね、出だしていったこともありました。それがまあ前回と前々回のね、まあ担当してくれた先生にですね、この先生にしてもらった時っていうのは取れたこともありませんでしたし、思い起こすとですね、それより前にね、初めてやってもらった時からもね、もう取れてませんでしたね。まあいつも見てくれてる皆さんやったらね、もうご存知ですけどもね、その先生にね、麻酔をされてもね、痛くないんですよ。すごいですよね。だからね、もうね、安心してしきってるんですわ。まあ今回もね、その先生での予約が入っているので、続きをやってくれるはずなんでね、まあ、安心して身を任せようと思っております。っていうかね、まあいつもの先生もね、同じやり方でね、やってくれたらいいんですけども、まあ、同じ病院やのにね、まあ、使ってる道具が違うとか、まあ、材料がね、まあ、一緒なはずやじゃないですか。だから、まあ、その別にわざわざね、その他のに材料を使わんでもええと思うんですけども、なんかこう自分らのやり方ね、やりやすさとかね、あるんですかね。まあ、確かにね、僕も美容師というね、仕事にもですね、この一つのヘアスタイルに対するそのカットの切り方というか、まあ、切り進め方っていうのがあるんですけども、それはまあ人とはね、まあ、違う、他のスタイリストと違うんで、まあ、その歯医者さんたちの世界にもですね、まあ、いろんなマイルールっていうのがね、あるんでしょうけども、まあ、カルテをね、共有しているわけですから、まあ、その患者さんから高評価されてたりとか、効果的やったことっていうのは、まあ、それと同じ道具なり、まあ、薬なりですよ。そんで使えるはずなんですけどね。まあ、なんでね、こうもね、違ってくるんでしょうかね。まあ、先ほど美容師の話の中でね、そのカットの話をしましたけども、これがね、ヘアカラーならばですね、まあ、カルテを見てね、同じ薬を使えば同じ色に染めることができますけども、まあ、それはね、そのお客様のその時の髪の毛の状態で、まあ、発色はね、まあ、毎回、まあ、違うんですけども、
けれどもまあそのね目で見てね分かるレベルでの誤差はないので、お客さんも特に気になってしまうようなことにはなりません。例えばですね先ほどのカットの話でねそのボブショートというかまあなんかショートボブって言うたらその皆さんに馴染みがあると思うんですけどもまあちっちゃいこのこじんまりとした丸いボブあるじゃないですか。ちっちゃいシュッてタイトなやつね。でそれをあの求めてるのにもうなんかセシルカットってわかります皆さん。セシルカットぐらいすごいベリーショートにされたらもうすごいえらいどえらいことになりますし、でカラーでもね赤系にしてくれって言われてるのにグリーン系にされたらねそれは怒られますよね。まあそれとね同じぐらいのことをね僕は歯医者でねされてしまってるような気がするんでね、もう先生にどう伝えたらいいかねわからないんです。もしいつもの先生に対してね前の仮ブタと同じ頑丈なやつにしてくださいと言ったとしても先生からねいや今回は前回との状況が違うのでできませんと言われたらまあどうしようもないですよね。まあねどうされてもですよ歯医者に行くたびにですね、まあ、治療というものはこう前に進んでいくので治っていくと思えばねまあその我慢できますけども、まあ、少しわがままをね聞いてほしいもんですよね。まあなんならもうこうなったらほんまにねいろんな先生にこう僕を特化一回してもらってね順番にこうやっていってもらいたいとね思ってます。でまあ1回だけですけどもね美人歯科医にやってもらったし2回だけですけどもあのスポーティー女子にやってもらったしね、そしてなかなか現れてくれないね美人歯科衛生士ですよ。まあめちゃくちゃね欲望が出まくってますけどもできることならね他の先生でもほんまにいいんでできるなら毎週ね予約を入れてもらってね早く直してほしいですね。とまあ話しているうちにね、まあ、時間になってしまいましたのでそろそろ行ってきます。で今日のねあの治療のね詳細はねまた明日の動画でね報告させてもらいます。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。